はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょう。はい、皆さん見ましたか？やばくないこれ。青春かよ。カップヌードルのね、 CM のハングリーデイズのゾロ編が今日公開されました。ちょっと本当はね、別の動画今日撮る予定だったんで、じゃあ上がる予定だったんで、急遽撮ってるんでね、ちょっと編集とか、もうちょっといろいろ荒いと思うんですけど、とにかく、この熱さをみんなと共有できればと思ったんで動画撮ってます。ちょっとそれをね、みんなで盛り上がっていきましょう。それでいきましょう。お願いします。いや、もう、やばい、もうやばいごめんなさい。ちょっとよだれ垂れるよね。よだれ垂れるぐらい、めちゃくちゃ興奮してる。この間ね、まずその予告編が出て、まずその予告編の時点でさ、やば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 ってなったのに、今回さらに、いや、ここまでやばい。いや、なんかさ、もうさ、CM の域超えてるよね。もうさ、完全に作品じゃん。もう完全に作品で、このワンピースファンが本当に全員湧いてるじゃん、もう今。ツイッターもすげえさ、もうみんなわーってなってんじゃん、今。やばいね。ちょっと待って、これもさ、もう本当にいろいろ細かく、その隠しポイントがありまくるんで、多分ね、俺全部さらえてないんですよ、まだ全然。ちょっと午後気づいたんで、気づくの多分ね、俺遅かったんで、ちょっとね、まだ全部はまとまってないんで、ぜひ皆さんのコメントで教えてください。こんなんあったよ、こんなんあったよ、みたいな。ちょっとまあね、熱いところね、今まだ僕が気づいてる段階で、ね、ちょっと話せればと思います。いや、これは、貼っときますから。その、ね、リンク貼っとくんで、概要欄から、まだ見てないよって方、絶対見た方がいい。マジで見た方がいい。カップヌードルのね。CM です。ハングリーデイズ。マジで熱い。本当にバンプとのコラボもあって、もうなんか熱すぎてごめん。ちょっと言葉がまとまってないんですけど。まずこの見た、やつを撮ろう。まず見ながら今行くよ、じゃあ。まずダーン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 。もうこの時点でさ、ミホークの市内、ちっさ。もうこの辺よね。もうこの辺もちゃんと、何、原作寄りというか。で、ゾロは刀3本でしょ？刀というか市内。でも2本か、これ。あ、3本だ、嘘、3本だ。3本だね。3本ちゃんとね、三刀流で。いや、加えてんの面で加えてんの。で、これね、ホームページに載ってたね。ホームページもこっち今開いてんだけど、カップヌードルの、このハングリーデイズの、キャラクター設定みたいなのこれ書いたんだよね。で、そこでね、ちょっと見ると、はい、ミホークの設定がさ、七部会なのね。七部会が、7人の生徒で運営してる、ちょっともうカメラで見えない。運営してる生徒会、七部会の会が海じゃなくて生徒会の会っていう。に所属してて、もういや、全国大会優勝の実力者って書いてあるね、ホームページに。いや、この設定まで細かく書かれてんのがマジでたまんないね。でもこの剣道場の上のさ、この何、なんつうの、なんつうの、単文、言葉が出てくる、なんつうの、この横断幕、横断幕、なんつうの、弾幕、獅子孫孫、銃な危険に強さなし、目と鼻嵐あんの熱いんだけど。ウソップがね、NS ロビーで、ゾロがこう、お前は今から目と鼻嵐だって言われたやつね。で、他もね、ちょっと書いたんだけど、ちょっと待って、これ次のシーン行って、一瞬行って、いやー、やばっ。で、ここ、一瞬ね、ここさ、ここ気づいた、パンダマインだよね。パンダマインの。ね、元も最上大技マンの一本松の、弾幕の下にね、あれ、パンダマンだよね、これね。あと、一心道場でしょ？最初にね、下月村でゾロがなって、孝四郎のね、あと、守りたいものを守り、切りたいものを切るって書いて、あと、三千世界かな、これ。やーべえ、マジで。ちょっとね、読めないのもまだね、あ、これ背中の傷は剣士の恥だ。いやー、やばい。で、待って、これなんか、来賓のとことかもなんかいんのかなと思うんだけど、ちょっとね、俺ちょっとわかんないんだよね。やば。で、ここ俺ちょっと違和感あったんですよ、最初。強くなれ、ゾロ。って言うじゃん、ミホークが。なんでこれ違和感あんだろうと思ったら、強くなれ、ロロノアじゃないんだね。だからゾロの方が、まあ CM だからね、ゾロの方が分かりやすいからね、強くなれ、ロロノアってやっぱなんか本編だと言ってるイメージがあったから、あれなんだろうと思ったけど、これはそういうことなんだよね、多分ね。ちょっとごめん、もう喋りすぎちゃってやべえ。早口でごめんね、早口になっちゃってるわ。で、これさ、これペルでしょ、これ。これ、スローで見るとね、すげえ分かりやすいですよ。スローで見れるから、YouTube ね。これペルなのよ、このピューンって飛んでるの、これペルでしょ。やば、ワンピース青春青春やば、ね、記念撮影がマジでやばい。はいはい。で、次教室行って、ゾロがいて、キャベンディッシュがいて、で、ペローナがいて、これペローナの前さ、これあれでしょ、これモリアモリアなんか影みたいなの持ってるの。やば、すげえ。17歳、ゾロが17歳ってのがないもんね。三刀流コラシャーペン加えて。で、タシリウルージキャベンディッシュだよね、これね。で、後ろのさ、これやばくない？これ後ろのこの習字がさ、まずセーリングで。
セーリングデーが右下にある。これあのバンプのね、あの最初のコラボだよね、バンプとね、あの時のもうちょっと興奮しすぎて言葉が出てこないんですけど、デッドエンドっていう時のね、あのセーリングデーとコラボしたやつと、でいろいろこれ悪魔の子とかさ、赤髪とで、これ被験のとこだけこれ焦げてるの気づきました皆さん。もう多分ね、全然もう動画上がってるのちょっと後なんでみんな気づいてると思うんですけど、被験だけ焦げてんだよね。これなんかあのビブルカードがね、ゾロじゃねえ、エースがさ最後焦げてたじゃん。なんかそれも表してんのかね。110とかちょっと全部がね、わかんない、泥棒猫とかいろいろちょっとね見えないのがあるんだけど、で次のシーンがやばい、マジでここマジでやばい。このもういろんなキャラいすぎて、ちょっと待って、多分全部置いてるんだけど、コビーがまずね太いアルビダにこれ送られてるんでしょ、右下で。これ片栗、熊とボニーが同じテーブルで何か食べているって、これ手前に思ったら、これエースだよね、これエースだよ。でビビとクロコダイルが話してんだよね、これね。ビビとクロコダイルが話してるのはなんかなんでだろうと思ったけど、要はあのミスウェンズデー時代ってことでしょこれ。でこれ手前の黒ひげがさ、白ひげにこうやってやばごますってるよ。でこれ上にいるキャラがね、ちょっとね僕わかんないんですよね。あでもフジトラ分かったよ、フジトラ分かったんだけど、他わかんないんだよね。これ誰かいる、これ上の方に誰がいるんだ、これちょっとわかります、これちょっとねわかんないんだよね、俺ちょっとまだね、まだ分かりきれてない。で多分これフジトラがさ、これ後ろでこれあれ隕石落としてるってことでしょ多分だけどこうやってやってさ、この隕石みたいなこう後ろに、気づいた、みんな後ろに隕石落としてるっぽいんだよね。隕石というか流れ星っぽい、やば、ちょっと待って興奮しすぎてやばい。で次のシーン行くと、ムギャラの一味がここで全員いるわけだよね。ルフィ以外ね、サンジ、ブルック、フランキー、ナミ、ウソップ、チョパー、ロビンで、スモーブがドスコイパンダな海牛乳がこれモームだね。でエレファントホンマグロ、やーべえ、待って本当に細かすぎ、本当に細かい、マジで細かい、ってかすげえな、これよっぽどっすよね、よっぽどこの制作にかかってる人本当にワンピース読み込んでるというかさ、もうそのワンピース愛がもうこれだけで伝わるよね。だってドスコイパンダをまず知ってて、それをスモーブと掛け合わせる、このドスコイだからってことでしょ。このなんていうか、いちいちこの細部に息を感じるというか、そのワンピース愛をいちいち感じるよね。もうだからそれ興奮するや、こんだけっていう、もうこれはすごい、なんか愛が詰まってる。でゾロがこれ剣道場みたいなとこ行った、ところにドラミンゴでしょ、これドラミンゴ右下にいるんだよね。でこれ何、これちょっとね、あれこの黒いのが何、あこれあれか、キュロスかキュロスだよねこれ多分ね。ちょっと待って、ちょっとねごめん、喋りすぎて酸欠になったわマジで。でこれ何で、ベルゴがいてこれジンベイでしょ、これ多分これジンベイだよね。でゾロが家でさ三刀流やって、ここおにぎりの T シャツね、ここ部屋もなんかありそうなんだけどね、ちょっとなんかわかんないんだよね俺まだ。でこれ後ろにこれ設定、これシリュウとこれ設、これはねホームページの設定画の方がわかりやすかった覚えがあるんだよな。これはね設定画のホームページにはねギャラリーがありますもんね、ホームページにギャラリーがあって、そこでねその書かれてたんだよ。これハッちゃんでしょ、あそう多分これハチダズボーネスで、えこれがシリュウだよね多分ね。でこれビスター、多分ビスターでしょ、このヒゲの人、これビスターだよね、帽子かぶってるもんね。でこのいやちょっとこれ約束のとこでこのさ、このクイナ出すのこれやばくないこれちょっと待って、もうなんか熱すぎる、本当に熱すぎる。でこれ後ろ気づいた、この写真立て、これ多分さ、これね、ルフィが走ってるよね。これあれだよね、あの、ランランランの時の写真立てみたいな感じ多分だけど、そのクイナの写真立ての後ろ。いや、ルフィがこう走ってて、で、ゾロがそこ追っかけてるみたいな。ランランランの時だっけ、アニメの時の。その写真立てっぽいよね、パッと見。ちょっとね、わかんない。この今、設定画とこう見比べながらあるかなと思って見たりしてんだけど。え、これでハンコックいるの？これ設定画の方、今、ホームページの方見てんだけど。あ、上の方にいたのかな？ちょっと待って、これ楽しすぎるんだけど。楽しすぎる、何これマジでやばいね、本当にちょっとこれは本当にもう大興奮しっぱなし、酸欠になっちゃった。ちょっと待って、やばいわ。ちょっとあの皆さんガンガンコメントして、これやばいな。だこれトロフィーをこのクイナが持ってるってことは、やっぱだからクイナがその時買ってたってことでしょ。でこのクイナとの約束の話でしょこれ。でここもう季節がこう変わるとこ、季節が変わるとこでもう半端ね、季節が変わるとこが半端ね。これ春のとこちょっとわかんねえな、早すぎて。桜があるとこゾロしかいなくて、はい次で、ミスター3とゴールデンウィークとこれ黒ジャンゴ、あとこれ誰だ、
これね、ちょっとわかんねえんだよな、これ。で、ベビーファイブ。で、シュガー。あと、あ、もうわかんねえ。これさ、一瞬さ、一瞬だけさ、あれいるよね。ドッフィー、ねドッフィーのトレーボールいるよね、一瞬。やーば。ちょっと待って、やばいやばいやばい。これね、全部が全部わかんねえな、早すぎて。ちょっとわかんねえな、ちょっとわかんねえ。ここで、わかる？みんな。ちょっと早すぎてわかんねえんだよね。で、冬はわかんなくて。で、雨、なんか曇りっぽい屋上のとこで、でやー、かっこいい。もう二度と負けねえから。いや、ちょっと、熱すぎる。熱すぎる。で、最後のさ、ルフィがこのゾロ見てんのもマジで熱い。へっへっへって、この上から見てる感じ。で、これハングリー、で、これね、カップヌードル多分塩だよね。で、俺ここで思い出したら、なんか、ここ見覚えがあるというか、なんかこのルフィがこれ、へっへっへって見てる感じ、思い出したのがこれ5か。これさ、サンジを見てるシーンに似てないですか？バラテでさ、へっへっへ、あ、いいコック見っけみたいな時あったよね、ここね、最後の方でさ。何ゾロじゃねえや、サンジが、銀をね、これ助けた時、はは、いいコック見つけたぞ、にーってルフィが笑う時みたいな感じだね。クソうめえだろって言ってる時のそのサンジを見殺してる感じのルフィがこのまたゾロを見てるっていうのも分かんないよ。これ全然オマージュか何かわかんないよ。僕はそう感じてただけなんですけど、なんかそれをちょっと感じて、なんかあサンジにやってたことをなんかゾロでもやってるっていうなんか熱さその辺もまた感じたよね。ちょっと待って、熱すぎんな。ちょっとバーバーと喋っちゃった。マジでちょっとやばいやばい、酸欠になっちゃった。これすげえね、これすげえわ、これ何、これすげえわ、もうすげえわとしか言ってない。もうなんか熱すぎて熱すぎて。みんなどうですか、皆さんどうですか。今ちょっと僕はね、全然ザラッとさらっただけなんで、多分全然あのね、これなんかのキャラなんだろうなって言うんだけどピンときてないのとかもあったりして、あとこのホームページの設定画と見比べて、あれこれどこにいんのみたいなのもちょっと、ね、あったりするんだよね。これ俺でハンコクどこにいんの、ハンコクどこ、ハンコクが分かんない。多分校舎のとこかな。ちょっと分かってないんだけど、教えて。うわー、で、ゾロ泣いてんだよな、ここ最初のね。負けた時。ピヨーンでペルでしょ？ハングリー。ちょっともう今、すげえ、0.5 倍速で見て。だ、想像じゃない未来に立て。やば。で、教室って他誰かいんのかな？でもこの3人しか分かんないんだよね。で、これウルージがこれつけてんのって言って、これ色違うんだね。なんかちょっと違ったりするんだね。ここ、あ上か、あ、これがハンコックかな。これ多分設定画のこれホームページであるこれハンコックは多分、あ、ここか、あ、いたいた、上、これハンコックか。なるほどなるほど。で、石になってんだね、これ。これ誰だ、あとこの金髪の女の子っぽいの、これ後ろにいんのもそうなのかな。ちょっとわかんねえな。やーべえやーべえ、ちょっと待って、負けねえから。やべ、普通に見ちゃった今普通に見ちゃった今。はい、ちょっとね、もう、ザラッと喋っちゃった。もう、ごめん、早口になってたと思う。絶対早口だってね、もう自分で分かってるわ。ごめん、ちょっとめっちゃ早口になっちゃった。いや、これ、こうするでしょ。これさ、てか、ゾロ編があるってことは、まだこの後、もうこれ一味全員あるのかな。やばくね？だって、ゾロの時点でもうこんなんでしょ。で、俺一番好きなルフィになったら、ちょっとどうなっちゃうの？ちょっと、やばすぎんだけど。まず、なんか、この、おしゃれだよね。なんか、この、麦わらの一味が全員この高校生って、なんか、ありそうでなかった。このなんか、感じ。あった今まで。ちょっとごめん、俺がもう興奮してるだけで全然そのね、もう全部引き出しが閉まってますもん興奮によってもうちょっと全部多分今飛んでるんで、いろいろ忘れちゃってるけどね。なんかそういう学園ものみたいなのがね、なんかこういう何、映像作品としてあれあったっけ、ちょっとごめん思い出せない。いや、やばい。もう一味がこのさ、ホームページで出てるけど、この青春会のこのルフィかっけ、チョッパーかわいいし。で、ウソップもなんかこの何、鼻高すぎないみたいな。これ本当に高校生でこういう子いそうじゃん。それがなんか本当にリアリティがある感じでこの再現されてるのがまずたまんない。で、それに合わさったこのバンプのこの記念撮影、半端ないね。もうこの予告編が出た時からもう改めて僕聴きまくってたんですけど、本当にもともと聴いてた曲だったんで、改めて聴いてたけど、やっぱワンピースとバンプのこの組み合わせってなんでこんなにこのグワってなんだろうね。本当になんていうか、もうなんだろう、この世界観がやっぱ独特なものが二つともあるじゃないですか。バンプもさん、バンプさんって言ってるかいいかわかんないけど、このバンプはバンプでこの独特な素晴らしい世界観があるじゃないですか。深みというか、この歌詞に見せてくるこの世界観。それとこのワンピースの世界観が、かつこの学園ものってこのなんつうのも、全部がこの融合してシンクロしてドカーンになってますよね、この作品は。たまんねえわ、ちょっと本当に。ちょっとまたこれ、ちょっとまた絶対これ楽しませてくれるんでしょ、これまた別のやつがあるんでしょ、次3次編とかあるんじゃないのね。
ね、あんでしょ絶対。サンジはね、料理だしね、コックだしね。なんかその、ちょっと楽しみすぎ。いやー、やっぱ熱いな。アニメ20周年だけですかね。もうね、喋れてねえわ。ちょっとまだね、僕気づくのが遅かったんで、まだ全然洗いざらいちょっとできてなかったりもすると思うんですけど。で、あと、そうだ、今この、設定画がね、このホームページでちょっと見れるんですよ。このスクロールしていくとね、メリーゴーがあるのがガツすぎない？これ、メリーゴーがあるんだよね、これ。ここで今ね、今見れたメリーゴーあんじゃん。やば。やば、これ設定画がそうか、細かくこうなってんのか。ホームページだとね、その何、キャラがいない版の背景だけの設定画みたいなのもちょっとあって、そこだけ見るとまたちょっと気づけるわ。ちょっとぜひぜひ皆さん、教えてください、コメントで。これは熱いね。本当に熱いわ。ちょっと何回も見ましょう、これは。はい、ちょっとそんな感じでした。ちょっと本当にざっくりね、速報というか、ざっくり感想だけだったんで、細かい洗いざらいはね、ちょっとできてないと思うんですけど、まあ、みんなとね、一緒に盛り上がれればっていう、これ、どうしてももうやっぱ、抑えられなかったわ。この熱さ、この興奮はちょっとね、抑えられなかった。もう我慢できなかったんで、ちょっと、ね、粗い感じの動画になってしまってるかもしれないですけど、また次の編があったらちょっとまた一緒に盛り上がっていきましょう。はい、今日そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。明日も楽しもう。またね。ちょっとこれからまた何回も見るわ。最高。だからお願いお願いします。チャンネル登録。